細野原発担当大臣より、合同記者会見は今回が最後と、合同記者会見は今回が最後という、恐るべき発表がありました。レオン停止宣言よりも私の頭はチルドしました。それでまだ全然事故も収束しておりませんし、除染や汚染された食べ物とかたくさん山積みの問題があるんですけれども、細野大臣自身これからはオンサイトでなくオフサイトの問題だとおっしゃって、特にその個人的には何も終わったような気はしてなくて、放射性物質はまだ出てますし、汚染水はいつ外に出てくるかわからない状況だし、冷えたといっても燃料がどこにあるんだか分からず、これは本来そのマニュアルに沿うのであれば、原子力災害対策本部が解散するまでは何がしかの形で、今回と同じような会見を統合会見を続けなければならないということになっているわけですから、それはぜひ守っていただきたいということを確認をしたところ、一応園田さんはそれは以上のことはやりたいんだという趣旨の発言をされてたんで、それをどこまで園田さんが理解して、回答されたのかはちょっとわからないんですが、で明らかに今日の総理会見は失敗だったと思うんですけれども、冷温停止ならいざ知らずですね、冷温停止状態などという英語表現があるかどうかわからないんですが、今日の日本政府のステートメントは国際社会に通じるとお考えでしょうかという質問です。皆さんよろしくお願いします。政府はですね、政府というか官邸は、この原発事故について関してもう最初から海外記者入れませんでしたね。でそれがやっぱりその国際的視野のなさがやっぱり未だにこう尾を引いてるというか、もう抜けきってない。多分日本において国際社会っていうのは IAEA だけなんじゃないかなと思うんですけど、近いかもしれないですね。レオン停止というのは、具体的にもっとこうその熱を捨てる場所、空冷でも水冷でも確実にヒートシンクという形を確保して、100度よりもっと低い状態で温度を保たないといけないということだそうです。レオン停止の話がそういう意味では出てきたのは5月の17日に1回目の工程表が改定された時で、その時に、貫水をずっとするって言ってたのを諦めて、もうちょっと水穴が開いてしまっているので水が溜まりませんと、じゃあどうしようかって言った時に、今眞子さんが言ってた、上からかけな温泉かけ流しじゃないですけどね、上から水をかけて外に出てきちゃって漏れてきちゃった水は外に引っ張り出して、水処理をして中に戻すということを言い出した時から、冷温停止目標の中に冷温停止状態っていう言葉がとりあえず出てきたような気がします。で聞いたことに対して、よくわからないその煙に巻く答えはするけれども、きちんと理論立てて筋道立てて説明をするということはないので、会見の話でいうと、その不意が排除されかけた時にですね、あの時もマスメディアは質問しなかったんですよね。だから本来国民のために情報を伝えるものであるという自覚があるんであれば、当然不意が排除されるということに対してもその段階でやっぱり意見を述べなきゃいけない、批判的な指摘をしなきゃいけない、少なくとも理由を聞くとかしなきゃいけないんだけれども、それをしなかったというのがやっぱり象徴的なことなのかなというふうには思います。